兵庫県姫路市ウインク陸上競技場です。2024プレナスなでしこリーグ一部開幕第一節、エースハリマアルビオン対伊賀 FC くのいち三重のゲームはこの後13時キックオフです。正式な配信開始はキックオフ20分前の12時40分を予定しています。時間までしばらくお待ちください。
132試合、サッカーには試合の数だけ物語があります。昨シーズン終了からおよそ5ヶ月、各チームとも新しい体制を作ってきました。メンバーが変わってもサッカーに対する情熱、ビートは変わらずいつもここにあります。さあ、新しいシーズンの開幕です。女子サッカーを愛する皆さん、ようこそ2024プレナスなでしこリーグへ。この時間は2024プレナスなでしこリーグ1部開幕第1節、エーサリマールビオン対伊賀 FC 久野市三重のゲームをお伝えしてまいります。会場は兵庫県姫路市ウインク陸上競技場です。キックオフはこの後13時の予定となっています。放送席実況担当は上村優です。今シーズンもよろしくお願いします。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネル、なでしこリーグチャンネルでは今シーズンも一部のすべての試合を生中継で配信してまいります。どうぞお楽しみください。開幕なんですけれども、先ほどから雨が降ったり止んだりを繰り返しています。11時頃からずっとこのような天候、今も細かく雨が降り続いています。ですがきっと試合が始まりますと、この雨を吹き飛ばすような好プレー、好ゲームが展開されることと思います。両チームとも開幕に向けて練習を重ね、準備をしてきました。それを体現する瞬間です。それでは栄えある両チーム開幕戦のスターティングラインナップをご紹介してまいります。まずはアウェー伊賀 FC 久野市三重です。ゴールキーパー背番号16後藤優香、ディフェンダー背番号4西林理恵、ディフェンダー背番号3畑美優、ディフェンダー背番号5藤田理子、ディフェンダー背番号14新加入です増田玲奈、ミッドフィルダー背番号8下條彩、ミッドフィルダー背番号6ゲームキャプテン常田真由、ミッドフィルダー背番号17藤田桃香、ミッドフィルダー背番号10平田ひなの、ミッドフィルダー背番号9村上ひな子、フォワード背番号2西川飛鳥です。続いてベンチメンバー、ゴールキーパー背番号1和田涼香、ディフェンダー背番号13高山七香、ディフェンダー背番号15佐々木葵、ミッドフィルダー背番号19篠原沙耶、ミッドフィルダー背番号28谷口沙耶香、ミッドフィルダー背番号7渡辺凛、フォワード背番号18正野ルナです。
チームを率いますは北村隆二監督です。就任2年目、今シーズンも指揮を取ります。伊賀 FC 久野市三重のメンバーをご紹介しました。佐々木葵15番はディフェンス登録です。続いてホームエースアリマアルビオンです。ゴールキーパー背番号41、新加入小暮千秋。ディフェンダー背番号4、坂中美代。ディフェンダー背番号5、ゲームキャプテン小島美久。ディフェンダー背番号6、吉田志保。ディフェンダー背番号3、東夏樹。ミッドフィルダー背番号8、平塚真希。ミッドフィルダー背番号18、中野里乃。ミッドフィルダー背番号14、庄野かな子。フォワード背番号11、山岸ゆめほ。フォワード背番号10、千葉園子。フォワード背番号7、井上明音です。続いてベンチメンバー、ゴールキーパー背番号1、竹下かなさ。ディフェンダー背番号15、国章ノア。ディフェンダー背番号24、村田楓。ミッドフィルダー背番号26、藤原あゆ。ミッドフィルダー背番号27、川上沙羅。ミッドフィルダー背番号28、矢島凛美。フォワード背番号20、亀井奈々です。チームを率いますは3年目小野鈴鹿監督です。小暮、そして平塚が新加入。エースアリマルビオン開幕戦のメンバー、ご覧のようになっています。両チーム開幕戦のメンバーをご紹介いたしました。このカードは昨シーズン3位の久野市、そして7位のアルビオンというマッチアップです。昨年エースアリマアルビオンは7勝6敗、9つの引き分け、勝ち点30、得失点差はマイナス3。対する伊賀 FC 久野市三重は11勝4敗、7つの引き分け、勝ち点40、得失点差プラス19という成績になりました。昨年はオルカ鴨川 FC の一部初優勝に沸いたこの一部リーグ、今年は各チームともに選手の移籍というのが結構激しく、大きくメンバーが変わっているというチームもあります。そんな中にあって久野市は新加入は14番、今日もスタメンで出ますが増田玲奈の1人だけ、引退移籍の選手はいるものの新加入というところでは1人だけ。チームスタッフに先ほど話を聞いても、ベースというのは去年からの積み増し、積み上げがあるので、そういったところが久野市、自分のチームのアドバンテージになるだろうというふうにチームスタッフは話をしていました。その新加入増田玲奈は元アルビオンの選手、開幕からフルス対決となります。今シーズンはスペランツァ大阪から移籍をしてきたということですが、スペランツァの前に在籍をしていたのがこのエースアリマアルビオンです。一方エースアリマアルビオンは今シーズン9人の選手を新たに迎えました。9人の選手が入団という中で、このチームに入りたいとエントリーを申し出た選手が40人以上いて、その中から9人がエースアリマアルビオンのユニフォームに袖を通すことになりました。チームの名物社長リンリン北社長に話を聞いても、年々エースアリマでプレーをしたいというふうに申し出る選手が年々増えてきている、これはチームにとってすごくいいことだし、チームがよく思われている、選手にとってプラスのイメージを持ってもらえている証である、これを継続したいし、そのいいチームだということを地元の人にも分かってもらいたい、多くのサッカーファンにも知ってもらいたい、そういうコメントも聞こえてきました。本日2024
昨年も率いた両監督が今シーズンも指揮を取ります。エースアリマアルビオンは小野涼香監督就任3年目、監督自身も今年一つの集大成を見せなければならない年というふうに決意を語ってくれました。チームの目標は一昨年チーム史上初の引き分け挟まずの9連勝で達成したリーグ3位以上、勝ち点50、優勝を目指すと小野監督は力強く話をしました。一方、王座奪還に燃える伊賀 FC 久野市三重、昨シーズン3位、ただ誰一人としてこの3位という結果に満足した選手はいませんでした。今年こそは王座奪還へ、去年の悔しさを多く知る人たちで頂点を目指す伊賀 FC 久野市三重です。依然として雨が降り続いています。霧雨のような形、先ほどまで少し強めの風が吹いていたんですが、今その風はほとんど止みました。この姫路地域、このウィンク陸上競技場というのは画面向かって右から左という海からの南風が吹くというのが非常に多いんですが、まあ、今日も旗がなびくときはその南風のように旗がなびきます。ただ今ご覧の通り旗はほとんど動いていない状況です。風上風下がはっきりと分かれることの多いこのスタジアムですが、今日はもしかすると前半後半イコールな風の状況で戦うことができるかもしれません。ちょっとこの風の様子というのも注目しながらお楽しみいただければと思います。エースアリマアルビオンは昨シーズンの主軸、前線では内田美鈴、そして桂間文奈、そして最終ラインで体を張って献身的な守備をいくつも見せてきた杉田芽衣、この主力3人がチームを去りました。一方、怪我で苦しんで満足に試合に出場することすらできなかった選手たちが数多くこのピッチに戻ってきました。今年にかける思いもひとしおです。一つまた一つとなでしこリーグの新しい歴史のページが紡がれていきます。審判団を先頭に選手が入場してきました。向かって左、白のユニフォームエースアリマルビオン、向かって右、緑のユニフォームが伊賀 FC 久野市三重です。選手と子どもたちの間に握られているのはキッズバトン、そして子どもたちの手には選手のサインが入ったフラッグが握られています。少し柔らかい表情をして入場してきた選手も何人かいますね。さあ、整列が済みました。ではここで令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に対し哀悼の意を表し、被災地の一日も早い復興をお祈りするためこれより黙祷を捧げます。皆様その前でご起立をくださいますようお願いいたします。黙祷。
ありがとうございました。どうぞご着席ください。配信をご覧の皆さんもありがとうございました。では続いてキックインセレモニーです。アース製薬株式会社執行役員マーケティング総合企画本部本部長川口理香子様にキックインセレモニーをお願いいたします。それでは試合球の前にお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。引き続き一言ご挨拶をお願いいたします。皆様こんにちは、アース製薬の川口と申します。本日はアース製薬ワンデーマッチということで、なでしこリーグの開幕戦という記念すべきこの場に立たせていただき大変嬉しく思っております。あいにくの雨なんですけども、皆様の熱気で雨吹き飛ばしてまいりましょう。今日はおくちくちくちモンダミンの先行駅モンダミンもご来場の皆様にプレゼントしております。ハーフタイムには素敵な商品もご用意しておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは両チームの選手の皆様が開幕戦を素敵なプレーで飾れるよう一緒に精一杯応援していきましょう。ありがとうございました。セレモニーが終わっていよいよ試合モードへと入っていきます。2024プレナスなでしこリーグ一部開幕第1節 A サリマールビオン対伊賀 FC くのいち三重、まもなくキックオフを迎えます。両チームの選手が今試合前の固い握手を交わします。この姫路のオープニングゲームというのは毎年このような天候になります。昨年の開幕も雨でした。そしておととしは比較的天候に恵まれました。2021年、播磨が初めて一部リーグでこの地元姫路で戦った時は世田谷相手に豪雨の中でのゲームでした。この後天気予報では雨が降ったり止んだりを繰り返すという予報になっていますが、なんとかこれ以上悪くはなってもらいたくないなというのが正直なところです。さあ、コイントスが行われます。それでは今日のマッチオフィシャルをご紹介してまいります。マッチコミショナー清水達也さん、審判アセッサーは米村真由美さんです。続いて審判団、この試合のレフリーは荒木由里香さんです。アシスタントレフリーは西島さやねさんと別所大輝さん、第4の審判員は福吉海さんで行われます。今日のマッチオフィシャルをご紹介いたしました。そして今ボールがアップで映し出されましたが、今シーズンの公式試合球もご紹介しておきましょう。今シーズンボールが新しくなりました。今シーズンプレナスなでしこリーグ一部の公式試合球はこちらのピンクのボール、アディダスコネクト24というボールに変わりました。今年はこのボールでなでしこリーグ一部すべての試合戦われることになります。公式試合球のご案内でした。そのボールを今正野が受け取りました。両チームの船出です。開幕戦 A サリマアルビオン対伊賀 FC くのいち三重のゲームが始まりました。
小暮がボールをキャッチします。では試合前、両監督に今日の見どころを伺っています。ご紹介しましょう。まずはアウェー伊賀 FC 久野一三重北村監督、開幕戦というのは2戦目以降にいかにつなげられるかという非常に大切な一試合です。シーズンうまく入っていけるような初戦にしていきたい、ぜひそういう姿を見てほしい、そういうふうに語っています。攻守において最後まで諦めないプレーを見てくださいという北村監督。一方のエーサリマールビオン小野監督です。開幕戦というのはお互い気合が入るもの、立ち上がり方が重要になってくる、この立ち上がりで集中力高く入ることができれば絶対にチームは乗っていけると思う、その集中力の高さをまず序盤は楽しんでもらいたい、そしてサポーターの皆さんとともに鼓動を響かせることができるような熱い戦いをぜひ楽しんでくださいという小野監督です。両監督によります今日の見どころをご紹介しました。さあ深く攻めているのは久野一です。増田がスローインを入れていきます。ゴールラインを割りました。開幕戦播磨のゴールマウスを守るのは新加入の小暮です。さあボールを久野一が通る、右展開走り込んできます17番の藤田桃香ですが、中に送るということはできませんでした。東夏樹がスローイン、ちょっと雨足が強くなってきました姫路です。ロングスロー井上対応する、ただちょっとフォローの選手が後ろにいませんでした。中則の最前線には千葉園子。今シーズン播磨は新しいシステムフォーメーションというのを採用しています。まあ、昨年までは 4-4-2 というのが常だったんですが、今年は大きく変わってきています。さあ西川から村上、やはり右選択、ここは東夏樹が張り付いていました。今年の播磨は千葉園子ワントップ体制で開幕を迎えています。中小島美久対応、もう一度マダルソ、シュート決まった。先制点前半の4分、伊賀 FC 久野一三重決めていきました。新キャプテン常田真由、最初の得点は久野一に入りました。ゴール前何度も何度も諦めずに攻撃を仕掛けていきました久野一です。早い時間帯で得点を許しましたエース播磨アルビオン、ただピンチの後にはチャンスあり、大きく攻め上がってきています。ここは人数をかける、お互い人数をかけます。さあコーナーです。コーナー蹴るのは愛媛からやってきました新加入平塚真希。翔野が寄ってくる、平塚に返してふわりと上げる、吉田翔穂からボール流れて常田のクリアです。
ここはスライディング平塚です。今シーズンは個人としては飛躍の年にしたいというふうに話している平塚真希。小島その後です。中野が頭で対応していきましたが、久野市の選手に当たってボールが外に出ています。さあ戻ってきました坂中美代。昨年は怪我で本当に苦しみました。試合に出られないリハビリの1年になりました。ただシーズンの最終盤に復帰をして皇后杯にも出場しました。先週行われた吉備国際大学との練習試合でも元気な姿を見せていました。昨年の秋に復帰した直後よりはかなり状態上がってきていますというふうに話をしています。さあ増田切り込んでいく。スペランツァから今シーズン移籍をしてきました増田レナ。スペランツァの前にはこのエーサリマアルビオンでプレーをしていました。今日はこの姫路で試合ができることを本当に楽しみにやってきたんです。そんな風にゲーム前増田は話をしていました。スペランツァに在籍をしていた2年間というのはこのアウェーゲームは姫路ではなく淡路島でのゲームでした。ですので成長した姿を地元姫路のサポーターに見せるということができなかった。ただ今年は開幕でこの姫路にやってくることができる。かつて応援してくれていたサポーターに自分の今の姿、元気な姿を見てほしいというふうに姫路に乗り込んできた増田レナです。今シーズン久野市唯一の新加入選手。さあ前線西川から技ありちょこんと出して常田、そのボールを正野が取ります。今シーズンエースアリマールビオンはシステムを変更、 4-3-3 というフォーメーションで開幕を迎えています。昨年は千葉内田の2トップ、それよりも前は千葉シンボリの2トップというのが長かったこのエーサリマルビオンですが、今シーズンは千葉の1トップ体制で開幕をしています。そしてその千葉の1列前シャドウのところに昨年ダブルボランチ組んでいた正野と中野里乃が1列上がってきました。これが今年のハリマの形です。山口が絡んでいこうとしますが西川はキープ、ちょこんと出した。さあ村上坂中が張り付いていましたがコーナーキックです。ボールのところには下城が向かっていきます。今シーズンチームのバイスキャプテンです。細かく指示を出しています。近めには1人、ゴールから少し離れたところに選手が固まっています。ゴール前には選手は2人でしょうか。送ってくるボックス内、迷わずクリアを選択してきました山岸ゆめほです。下城対山岸、倒れましたが笛はなし。村上グラウンダー通してくる、ふわりと上げる西川。ここはシュートで終わることはできませんでした。久野市タッチ終わっています。ホームで迎えた開幕エースアリマルビオン、まずはここをしのぎ切りたいところ。西川には通させませんでした。小暮が対応します。
播磨のゴールキーパー担当大野コーチに小暮について話を聞きました。足元の技術が高く、シュート対応も冷静にできる非常に能力の高いゴールキーパー、まあ、見た目はクールに見えるんだけれども、意外とおしゃべりで面白い選手なんですよというふうに話をしてくれました。さあ千葉がボールのところに向かっていきます。開幕間に合うかどうかちょっと危ぶまれたんですが、なんとか開幕間に合いました千葉園子です。さあうまく通してきた平田、シュート、キーパー弾く、まだある。さあカウンターを仕掛けるか、右を使ってきます。ボールを残します山岸、ただそのボールを奪う村上、西川、2対1数的優位な状況を作っているエーサリマルビオン、ここでボールを取ります。中野里乃、一旦下げて坂中、さあじわじわと上がっていく平塚、左を選択、ここに井脇がいます。ショーのワンタッチ、広く使ってくる播磨。さあ前線山岸を走らせます。ただ先にボールに触ったのは増田玲奈、ここは収めることができませんでした。播磨が代用します。吉田志保から小暮、小暮がここまで上がってきています。ここも左選択、さあフリーでした。東から今度は左の井脇、ボール残った、タッチを割って伊賀ボールになります。昨シーズン足の怪我でほとんどシーズンを棒に振ってしまうことになりました井脇茜。ただ試合に出られないリハビリの日々だからこそチームの中で自分にできる役割があると思うということで、決して下を向くことなくひたむきに自分のできることというのを探してチームに協力をし続けました。昨年プレーできなかった分全てを今年にぶつけたい、ただ楽しむことを忘れないようにしたいんです、そういうふうにも井脇茜は語っています。後藤が大きく外に出していきました。ちょっと足がもつれたか、常田が出していきます。ここでスパイクの紐を結び直します。井脇です。まもなく前半の15分、姫路名物の風、今日は無風です。紐を結ぶのを待ってボールを入れます。グランダ通してきた、遠目からシュート狙っていきました。選手はやや左に固まっています。中の頭で落とす、セカンドどちらが取るか、どちらが取るか、千葉から山岸に通った、渡った、山岸上がっていく、ただ先に対応しました畑です。昨年のチームキャプテン畑美優、西川体勢崩しながら常田に託す、さあ一気に上がっていく常田、後ろから西川フォローに入って、もう一度押し上げていく東夏樹です。西林、このボールはゴールラインを割りそうです。前半の15分経過、1対0とアウェーの伊賀 FC くの一名がエーサリマルビをリードしています。さあ西川から、ジャストミーターできないか、
村上ひな子狙っていきました。フリーでしたが枠を捉えることはできませんでした。昨年は22試合すべての試合に出場して3つのゴールを決めました。充実のシーズンを過ごした村上。さあ千葉から左、井上から下げて東、吉田から平塚どうするか。さあ左を走らせます。遠目からシュート、わずかに枠を捉えることはできませんでした。キーパーは触っていません。井上打っていきました。今年のこのシステムフォーメーションというのは小野監督に意図を聞くと、ビルドアップの精度を上げる、そして攻撃のチャンスを増やそうという意図があるんだというふうに教えてくれたんですが、攻撃の意識というのが去年から変わっているように感じます。昨年もコツコツビルドアップというのはあったんですけれども、ゴール前まで運んでいこう、そういう姿勢が本当に強く見られました。ただ今年は先ほどの井上のシュートもそうですけれども、やや距離あるところからでも積極的に打っていこう、シュートの本数を増やしていこう、だからそういう意図を感じることができます。最前線には点取りやチームのレジェンド千葉園子が控えています。足の怪我で満足にシーズンを昨年は送ることができませんでした。選手のケアをするさあ東夏樹がここ身を挺してゴールキックです。久野一にチャンスは作らせませんでした。この東夏樹も足の怪我から戻ってきました。まだまだ状態上げていかないといけないんだけれども、ひとまずピッチに立てることが嬉しいというふうに話している東夏樹です。細かくパスをつないでいきます。最終ラインさあ吉田志保は縦選択、東ちょっとトラップ大きくなりました。常田がそれを見逃しません。一気に上がっていきます。藤田桃香、ただここもゴールキックになります。キャプテン小島から坂中、中野、ショーの吉田、井上、ショーノに対して絡んでいきましたが、ボールキープはハリマ、千葉園子ワンタッチ、ショーノに出して、さあ千葉が走り出す、左からグランダクロス、ただクリアしていきます。藤田理子、平塚、もう一度組み立て直します。前線を指差していました。さあ千葉に渡った、渡ったがフラッグ、フラッグ上がっていた、フラッグが上がっていました。惜しくもオフサイド、惜しくもオフサイド。千葉にいい形で渡ったんですが、その瞬間旗が上がりました。ただこれが播磨の今シーズン作りたい形です。足の怪我から戻ってきました千葉園子。先週の土曜日に岡山県で行われた吉備国際大学シャルムとのプレシーズンマッチが復帰戦ですので、これが実戦復帰2試合目ということなんですが、まあ、私も岡山県まで取材に行きましたが、前半の45分で退いたという千葉園子。ただ
体の痛みがなくなって純粋にサッカーが楽しめています。そしてリハビリを経て感謝の気持ちというのがまた色濃く自分の中に出てきたかな、そうも語っています。さあ翔のかな子から絡みましたが笛はなし。ここもホイッスルはありません。もう一度ちょっとスライディングの応酬になっていますが、旗がコントロールします。西林から旗、もう一度返します。そこに井上千葉その子、圧をかけていく。さあサイドを変えてきました坂中、一旦下げます。最終ラインまで下げます。あ、一人うずくまっています。くの市の選手が一人倒れていました。下城です。ですので一旦小島はボールを外に出しています。このあたりはリスペクト、開幕戦からリスペクトなシーンというのも出てきました。ちょっと雨で旗があまりなびいていないんですが、今日もリーグの旗の下にはリスペクト旗が掲げられています。慶応大です。東夏樹からもう一度押し上げていこうとします。西林対応、ボールキープは井上、中野里乃がボールを呼んでいます。千葉、そこからさらに上がることはできませんでした。タッチを割ってハリマボールです。前半の折り返し地点が経過をしています。ちょっと雨粒が大きくなってきました。右展開山岸、タッチを割ってハリマボール、その山岸が入れていきます。坂中からさ前ちょこんと千葉に出しますが、その後なかなかシュートまでいけないエーサリマアルビオンです。一番後ろ吉田志保、西川がじりじりとプレスをかけていきます。東から翔の井上、体反転どうするか、井上対西林、ボールが出ます。平塚、タッチを割って伊賀ボールになります。ロングスローになりました。ボールキープはエースアリマアルビオン。ここも東夏樹が入れていきます。中野から翔の小暮まで下げました。1点ビハインドのエースアリマアルビオン。昨シーズン怪我に泣いた選手が多く開幕のメンバーに名を連ねました。さあボールキープ坂中、この坂中もその一人です。ショーのボールキープ、千葉、久野市の対応が非常に早いのでなかなかラインを押し上げるということに今日は苦労している印象です。エーサリマアルビオン、増田、後ろから千葉園子、うまくボールを取った。
その後山岸につながるか、ここは2人がかり、久野期待をします。畑と下條、さあ千葉がボールを取る、スタンドが沸きます。井上下げて、ここに千葉、左展開、東夏樹、さあ前にボールが供給される、頭で合わせていきました。中野里乃が合わせていきました。ちょっと悔しそうな表情を見せていました中野里乃。さあでは今シーズンももちろんやります、リンリンメモいきましょう。中野里乃選手のリンリンメモ。ただ、さあここは平塚、ボールを取りました久野市、その中野が対応しようとしますが、さあ小暮が出ていく、もう一度押し上げていきます。フラグ上がっています。では中野里乃のリンリンメモいきましょう。去年1年間キャプテンお疲れ様でした、苦しい顔のリノしか見ていなかったから、今季は本来のリノのパワフルテクニックなプレーを見たいなというリンリンメモ。ここもフラッグオフサイドです。そんなプレーを見られると思うと楽しみです。いつもリンリンを気にかけてくれてありがとう、まだまだプレーしているリノを 見たいと願っていますというリンリンメモです。今シーズンもハリマのホームゲームではエースハリマアルビオンの名物社長リンリンによります選手の蔵出し情報やリンリンから見た各選手の印象というのをリンリンメモとしてお送りします。さあ村上が切り込んでくる、ボックス内入って増田に託します。小島の肩口に当たりました、コーナーです。今シーズンもリンリンメモ情報は随時お伝えをしてまいります。どうぞご期待ください。播磨にとっては守備の時間、間もなく前半の30分、キッカーは増田玲奈、先ほどと同様に近めに1人、村上だけが近めに寄っています。ゴールの前には2人、グラウンダーできた、もう一度対応するか、選手交錯、下條からクロスが入る、コーナーです。最後狙っていきました常田、今シーズンチームのキャプテンに就任しました。最初キャプテンを打診された時には、自分は絶対にキャプテンはできないしやらないんだという気持ちの方が強かった、ただちょっと時間をかけて考えると成長するチャンスであるし、やっぱりこのチームで優勝したいという気持ちが日増しに大きくなってキャプテンを引き受けた、前向きに引き受けることになりましたというふうにキャプテン就任秘話を常田は話してくれました。さあ今度はハイボールで来る、もう一度コーナーです。ここはよく守りました、最初頭でクリアしていたのは千葉園子です。チーム創設時からの唯一のメンバー、チームのレジェンドと誰もが認めるチームの絶対エース千葉園子、この千葉は献身的な守備も一つ魅力です。さあ今度は村上寄ってくるが、ここはフェイント、さあ30分が経過しました、ここも強いボールで来る、頭で対応、もう一度村上ふわりと中、まだある、千葉ヘディングクリア、その後小島、
坂中が大きく出していきます。ここはミスキックになりました。西林、一気に東夏樹が距離を詰めてくる。ボール流れてどうか、ライン際残ります。下城対応、坂中がついている。1対1という状況ですが、ラインを割ってゴールキックです。ここのピンチは守りきりました、エースハリマルビオンです。さあ西川詰めてくる、西川詰めてくる。東ワンタッチ、井上には通らないか。もう一度東が行きます。西林、さらには藤田桃香、人数をかけていきましたが、ラインズマンは播磨側に旗を出したんですが、主審の荒木さんが久野市側というふうに訂正をしました。西林、さあサイド駆け上がってくる、ゴールラインを割ります。藤田桃香が最後まで諦めずに詰めていきました。北村監督曰く、今シーズン重きを置いているのはゴール前での迫力、いかにしてゴールに迫って迫力を持って得点を挙げるか、ここが今シーズン久野市の肝出し重点に置いているところなんですというふうにゲーム前話をしています。その言葉通り、ここまで30分間は播磨のゴール前で迫力あるプレーというのがいくつもあります。ただそんな中で1失点で踏みとどまっているエース播磨アルビオン、ちょっと中野里乃が痛めたか。前半の20分台はなかなかチャンスらしいチャンスを作ることができませんでした播磨。この東が時に攻撃的なポジションにまで上がって、なんとか起点になろう、打開しよう、そういう意図が感じられます。常田から縦、ここはうまくコンビネーション機能しませんでした。東キープ、小暮に託します。小島からロングパスカット、藤田理子です。この献身的なプレー、身を挺したディフェンスというのが藤田理子の一つ持ち味。開幕戦濡れた芝、あまりピッチコンディションは良くありませんが、開幕戦から自分の持ち味を遺憾なく発揮しています。吉田から平塚、常田がプレッシャーをかける、そしてボールを通る、そして前線前を向いた西川、横フリーだ、シュートを決まじた。このピンチは小暮が救った。クールな表情、小暮千秋。今シーズンバーニーズ群馬からやってきました。さあボールのところに誰も行きません。かなり長い時間打ち合わせをして、増田がボールのところに近づいていきます。ここは耐え時、エースハリマアルビオン、キッカー増田、またスルスルスルッと村上が近づいてきています。ただニアとはちょっと状況が違うか。下城頭、ボール流れて畑のシュートは枠の左です。冷静にボールを見送りました小暮千秋。播磨としてはそろそろ一つ二つと敵陣の中で
チャンスを作りたいんですけれども、人数をかけて素早くボールを奪ってくる久野市です。さあ村上シュート、キーパー体を伸ばしたんですが決まりました。2点目、前半の36分、久野市2点目。9番村上ひな子、開幕戦で今シーズン初ゴールを決めました。久野市2点目、リード2点と広がっています。昨年から大きくメンバーは変わっていないというのが久野市の強さ、チームスタッフはそんな風にゲーム前話をしていました。昨年の意思疎通コンビネーション、それをほとんどそのまま今年も使うことができる。今シーズンは各チームが比較的大きな移籍、選手の移動というのが各チーム多めという中で、増田1人を迎え入れただけという久野市は序盤非常にアドバンテージがあると自負しています。あるチームスタッフはこんな風にも話をしていました。その言葉通り、去年の播磨、千葉、内田のコンビネーション、本人たちはあうんの呼吸というふうに言っていたんですが、まさにそのあうんの呼吸というのが久野市、この35分の間に随所に見られています。一方播磨は今シーズン新しいシステム、近年の播磨では全く採用していないシステムを今シーズン試しています。さあ村上迫ってくる、ゴール前フリーの選手もいる、シュートは打てませんでした。さあ下城、遠目から狙っていきますがキーパーの正面、小暮が抑えます。これ以上の失点は防がなければなりません。エーサリマルビオン、まもなく前半の40分です。攻撃力をアップさせる、去年よりも攻撃力を上げるために今シーズン千葉のワントップ、ツーシャドウに攻撃的な昨年のダブルボランチを配置している播磨なんですが、なかなかその前線にまでボールを供給することに今日は非常に苦しんでいます。さあクロスが入る、西川からコーナーです。ゴールラインを割っています。コーナーキック、ここも久野市がチャンスを作っています。今度は近めには選手は誰もいません。キッカーも変えてきました。増田玲奈がゴール前です。低いボールできた、最初に触ったのは坂中。藤田からボール流れて、このボール山岸取れるか、東が取ります。ただその後のビルドアップ、ボールキープは播磨、一旦キーパーまで下げて組み立て直し。小暮どうするか、まっすぐ縦、ショーノには合いませんでした。ちょっとロングになったか。吉田ワンタッチ、山岸からもう一度吉田、下げます。千葉が呼んでいる、ただその千葉の呼び込みはダミー、ショーノが走り込んでいったんですが、その後出しどころがなかなかないか。最終ラインの選手も今シーズンまた変わって、吉田志保曰くまた一からコミュニケーション連携プレーというのはやり直しなんですというふうに話をしています。ただ練習の中で、あるいは練習試合の中で、徐々にコンビネーションというのは良くなってきているんだというふうに話をしています。
そして面白いコンビネーションというのは去年以上にあるんじゃないかなというふうにも話をしています。さあボックス内入ってくる、シュート、キーパー弾く、抑えます。素早く山岸に渡しました。なかなか前線には渡らない。さあ井之脇フリーでボールを取りますが、ホイッスルです。中野が痛めたか。センターサークルの中からリスタートです。キャプテン小島から山岸ちょこんと出して、さあショーの、ただ人数をかける増田のクリアです。開幕戦なのでハードワークをし続けて得点に絡むプレーをしていきたいと、今年は後ろを任されているんだけれども比較的攻撃参加の練習に時間を割いてきたというふうにも話している新加入のくのいち増田。その言葉通り運動量豊富、そして攻撃参加も積極的にしてきています。ずいぶんと今日はかつてのチームメイト増田に苦しめられているエーサリマルビオン。さあボール西川が取ろうとしていたんですが吉田が外に出しました。西林、ちょっとボールが流れていきます。藤田桃香、そこに東夏樹、増田一旦下げて下條、千葉が圧をかけていきます。畑美優前線、西川ジャストミートしませんでした。左へ蹴っていきます。なんとかこのボールをキープしたいんですが、後藤から藤田理子、ここで平塚がボールを取ります。中野里乃倒れましたが笛が鳴っています。中野里乃が倒れました。ちょっと今日はこの中野里乃接触多くなっています。当然それだけ相手も警戒をしているという証です。今シーズンは昨年までの主戦場ボランチから一列上がって千葉の一つ下シャドウの位置でプレーをしています。中野は、これ昨年も同じことを中野選手はシーズンの序盤で話をしてくれたんですが、このリーグ戦というのは10月までの長丁場、いい時悪い時という波が絶対にどの選手どのチームにもあるんです。でもチームプレーでどんな状態であっても勝ち切れるチーム、そして個人としても今年は結果数字にこだわってプレーをしたいんです、そんな風に決意を語っています。千葉に通ったんですがボックス内シュートまではいけませんでした。まもなく45分です。今45分になりました。1分です。前半のアディショナルタイムは1分。さあこの1分でアルビオンはワンチャンス何としても作りたい、できればシュート1本打ちたい。中野から左選択井之脇、その前に正野が対応します。そして井之脇を走らせる、そして最前線には千葉園子、ボックス内で待っている、クロスが入る、藤田理子のクリア、
その後村上、さあ平塚から東夏希、藤田桃子の対応、外に出ます。まもなく目安の1分台。ショーの下條が体を寄せてボールを取ります。大きく前線、吉田の対応です。向こう側のタッチラインを割っています。目安の1分台に入っています。ここで前半終了、2対0と開幕戦伊賀 FC 久野市三重がこのアウェー姫路に乗り込んで前半2点取りました。最初のゴールはキャプテンの常田、そして2点目今カメラが捉えましたが村上のゴールで2点目を取っています。なかなか播磨は前半ビルドアップに苦労しました。ただ糸口はどこかにあるはずです。サポーターの皆さんはそれを待っています。得点を待っています。このハーフタイムでの立て直しに期待がかかります。2024プレナスなでしこリーグ一部開幕第1節、 A サリマールビオン対伊賀 FC 久野市三重、後半もどうぞご期待ください。ではここからはなでしこリーグからのお知らせです。映像3つご覧いただきます。普及地域多様性をキーワードになでしこリーグに関わる人々の思いを象徴するリーグビジョンステートメント映像、そして冒頭でも お聞きいただきました今シーズンのなでしこリーグ公式テーマソングマルリのブレイブをお届けします。福岡県出身のマルリは幼少期から高校3年生まで合唱団に所属、2018年4月男女デュオをマルリと龍河として活動、2022年4月からはソロアーティストとして始動し、5月に優里作詞作曲のファーストデジタルシングル好きだよでソロデビュー。抜群の歌唱力はもちろん、動画やインスタライブで見せる飾らず親しみやすいキャラクターと愛らしいルックスで同世代の男女から絶大な支持を集めています。そんなマルリのブレイブ、そして3本目はエースアリマルビオンのオリジナル映像をお届けします。では映像3本ご覧いただきましょう。そのサッカーは地域を愛し愛されるシンボル、そのサッカーは一人一人の夢が叶えられる場所、そのサッカーは勝利を追求する、そしてそれを超えた価値をも追求する、それがなでしこリーグ。初めてボールを蹴ったあの日の胸の高鳴りをそのままに、自分が選んだ道をひたむきに走り続けること、その先には性別や年齢に関係なく生涯を通じて自分が選んだことを続けられる未来があると信じて、私たちはサッカーを愛する誰しもがサッカーと共に生きられる世界を作っていきます。サッカーと幸せになる。なでしこリーグ。
くる自動のね出たんですよね。はい、はい、もうすごいよ、すごいものが皆さん当たりましたよ。袋の中に入っている選手カード、選手カード、はい、以外の方もちゃんと見てくださいよ。当選です。はい、当選された方は、そうです、そうです、そのカードです。はい、シール、そう、チブキ、それをあのまた帰り際にアース製薬の、あの商品、ちょっと大きいですけれども、はい、今日まさかみんなここまで歩いて来てる人おってないもんね、大丈夫やもんね。はい、じゃあ皆さん、皆さんいらっしゃいます。じゃあここぞという商品、アース製薬といえばモンダミンと、と、入浴剤の本舗と、とアースノーマットと、アースジェットと、ドキビルホイホイと、サラテクトと、もうたくさんありすぎて覚えきれないんですけど、そうですね、私はやっぱり温厚のね、今のローズの香り、柚子の香りのシリーズ、柑橘系も大好きです、ね、なんかこういう形するとなんか食べてるみたいな感じがするんですけど、あれはもう本当に癒しでありがとうございます。というところで残りわずかとなりました。本当に皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。後半も頑張りましょう。お願いします。はい、さあそしてユーニー。はい、ユーニーです。ユーニーどこ、はい、ここです。ユーニー、今日ね、私ちょっと選手へのメッセージカードとかね、ちょっと渡させていただきました。各オープンで、カードを一人一人にちょっとメッセージ、普段はちょっと言えないこととかもちょっと書かせてもらってるの で、ね、ちょいちょいまた挟んでいただけたらと思います。もちろんでございます。さあどうでしょう、今日のハリマっていうか、去年とちょっと戦い方変えてません？だいぶ変わりました ね、 ね、でもなんか放送席から見てると、去年怪我で苦しんだ選手が楽しそうにサッカーしてるっていうのがなんかちょっとグッときますね。そうですね、はい、なんかおかえりっていう感じがね、いや本当そうですね、ありますね、はい、またね、伊賀もね、さすがやなっていうような戦い方で、だから今後 ね、この、近くで盛り上げていきたいと思いますので、はい、伊賀のサポーターの皆さん盛り上げていきましょう。よっしゃー、いいですか、いいですね、皆さん、ハリマと伊賀、今日は第一戦目ということも、このご縁だと思います。皆さんがなでしこリーグを盛り上げていっていただきたいと思いますので、ね、まあ、今戦いが始まればそれぞれの各々チームを応援するのもありだと思うんですけれども、でも離れてしまえば互いのチームを検討しリスペクトしていきたいと思います。じゃあみんな応援の方よろしくお願いします。お願いします。2024プレナスなでしこリーグ一部開幕第一節、エースアニマルビオン対伊賀 FC くのいち三重のゲームをお楽しみいただいています。前半終わって2対0とくのいちリードでこれから後半に入ります。さあでは両チームの今シーズンのチームスローガンをご紹介していきましょう。まずはカメラが捉えましたエースアニマルビオンです。今シーズンのスローガンはビートオール、鼓動を響かせろ。なでしこリーグ一部優勝への道は厳しいもの、目の前に立ちはだかるは同じく頂点を目指す強者たち。心音の鼓動、会場に響く太鼓の鼓動、すべての鼓動を共鳴させて播磨だけのビートを響かせていきます。そしてビートオール、すべての壁を打ち破る覚悟を持って勝利を目指して走り続けます。一方こちら伊賀 FC くのいち三重、今シーズンのスローガンは進化心一つに、すべての方々と心一つになって目標達成に向けて全員で進化し、夢や感動を与えることができるクラブを目指す。そして女王奪還へ、地域に愛されるクラブを目指す。そしてチーム選手として進化していく、一層優れたものに成長していくべく今シーズン戦う伊賀 FC くのいち三重です。両チームの今シーズンのスローガンをご紹介しました。さあ各選手がポジションにつきました。今後半が始まりました。2対0とくのいちリードで迎えた後半の45分です。では
ハーフタイムの両監督のコメントが入ってきました。ご紹介しましょう。まずはリードしていますくのいち北村監督です。修正することは自分たちの時間をもっと大切にする、攻めている時間は長いんだけれども質を高めていこうということなんでしょう。そして後半も自分たちからアクションを起こすことということです。ちょっと今くのいちの選手が一人倒れています。キャプテンの常田が倒れています。今トレーナーが呼ばれました。脇腹のあたりだよというふうに西川が今体を刺していますが、そして担架も要請されました。脇腹のあたりを抑えたままうずくまって動けませんね。ショーノと交錯したようです。今手元で映像を確認しているんですが、今畑美優から丸のサインが出ました。脇腹にショーノが膝で持ってボールをコントロールしようと、もも上げのような形で膝を上げたときに、近くにいた常田の脇腹にその膝が入ってしまったという感じですね。ただ大丈夫なようです。一度外に出て仕切り直し、担架は元の場所に戻されました。ちょっとスタンドが静まり返ってしまったんですが、試合再開です。改めて北村監督のハーフタイムのコメントをご紹介します。修正することは自分たちの時間をもっと大切にする、後半も自分たちからアクションを起こすこと。さあボールキーパーそのくのいちです。ライン際の攻防ですがタッチ終わります。一方追いかけるエーサリマアルビオン小野監督、立ち上がり足が止まってしまったところに相手のストロングを出させてしまった、これが結果的に失点に結びついた。そしてボールを奪った時の判断を早くすること、そしてボールを失った後の切り替えも早くすること。まず1点を取り返して自分たちに流れを呼び込めるようにしようというふうに話しているエーサリマアルビオン小野鈴鹿監督です。前半の4分にキャプテン常田の先制ゴール、そして36分村上の2点目、2点をリードしている伊賀 FC 久野一美恵です。そしてピッチコンディションも入ってきています。現在の気温は 11.7 度、天候雨、ちょっと雨足が強くなってきています。そして現在ピッチ上の湿度は 90% という情報が入ってきています。気温 11.7 度、湿度 90% というピッチコンディションです。さあ迫ってくる、くのいち迫ってくる、シュート最後のところですが、藤田わずかに合わせることはできませんでした。ほんの少しなんですが、触っていればネットが揺れていたでしょう。非常に惜しいシーンでした。藤田桃香です。いいボールが供給されました。なんとか3点目は防ぐことができました。エーサリマアルビオン、さあ吉田から井上ワンタッチ、その後下條がボールを前に運んでいきます。そして西川です。西川対吉田、さらにクロスが入ってきますがボールは残っています。キープする。さあ増田切り込んできた、コーナーです。増田玲奈対山岸優芽穂というマッチアップでした。移籍2年目、画面奥11番の山岸優芽穂、
まあ、去年は広島から移籍をしてきて、とにかく数字にこだわって結果を残したいと思ってプレーをした。5点取れたことは結果的に大きな自信になりました。ただ今年は去年よりも得点を多く決めたい、そういうふうに目標を語っています。ショートコーナーできました。ちょっとミスキックになったか。こういったところを逃したくない播磨ですが、タッチラインを割ります。そして山岸の話の続きですけれども、まあ、山岸自身も去年と今年でチームとしてのサッカースタイルが大きく変わったことによってアジャストするのに苦労している部分も確かにある。ただ今年自分として取り組んでいるのは相手の距離感、駆け引き、これを相手がボールを取る前から始めていく、ボールを受ける前に相手との距離や立ち位置、この駆け引きをどんどんしていこうと個人的に考えています、話をしています。先週の吉備国際大学シャルムとのプレシーズンマッチ練習試合では前線右でプレーをしていた山岸です。まあ、この人はサイドから入るクロスの精度というのは非常に高いものがあります。これはチームメイト、そのクロスを受け取る側の千葉や、そして韓国リーグに移籍をしましたが内田美津も非常に高く評価をしていました。さあキッカー下城です。コーナーキック伊賀 FC 久野市三重、選手はやや遠め、ゴールの前には誰もいない。さあ一人寄ってきた、ショートコーナーだ。下城に返す、グラウンダーできた、一人飛ばしてくる、東頭、千葉、村上、頭で狙っていきましたが抑えます。西川の頭、村上まっすぐ前に送って西川頭で決めようというシチュエーションだったんですが、ここは力強いボール、ヘディング、シュート、ゴールとはなりませんでした。当然ここは追いかける播磨にとっても2年続けて地元開幕、このままのスコアで開幕戦を落とすわけにはいきません。両チームの応援団の太鼓合戦というのも熱くなってきました。このウィンク陸上競技場というのは客席、屋根のある部分とない部分があるんですが、まあ、今日は比較的強い雨が降っていますから屋根のある部分に、お客さんは固まっています。そのためスタンドは非常に入りがいいように見えます。まあ、実際入りはいいんですけれども、屋根のある部分はホームアウェー問わず満席です。多くの女子サッカーを愛する人たちが今シーズンの開幕を待ちわびていた証です。その地元での開幕、エーサリマルビオン、なんとか早い時間帯にまず1点返したい。さあフリーで平塚ボールを通る、下げて小島、まっすぐ千葉、倒れた、ただ笛はなし、ホイッスルはありません。まもなく後半の10分です。先ほどはペナルティエレのわずかに外なんですが、下城と絡んだ千葉園子です。さあ千葉が詰めていきますが、後藤がもう一度押し返していきます。前半に比べますとこの後半はゴール前まで入ることができています。
くの1ボールです。西川と東夏樹がちょっと抱き合うような形で交錯をしました。ボールキープは播磨です。まあ、先ほど千葉園子と交錯をした下城、今日は攻守の要の一人になっていますが、今シーズンはチームのバイスキャプテン、副キャプテンを務めています。副キャプテンになってより一層自分としてやったるぞという思いが強くなったというふうに下城はゲーム前話をしてくれました。そして中野里乃と同じようにシーズンを通していい時悪い時の波があるもの、その悪い時にそれを感じ取ってチームを盛り立てる立場に自分はなると思うんだ、そんな風にも話をしています。カツを入れるのは常田キャプテンがやってくれると思うので、私は副キャプテンとしてチームを盛り上げる役割になりたいという風に今年の副キャプテンとしての目標を語ってくれた下城です。西林対翔野というところですが、スローインは播磨です。ターゲット千葉、さあその千葉にボールが渡る、ドットはきます、ドットはきます、スタンド後ろにフォロー井上、東夏樹、平塚、ワイドに使ってくる、ただその後です。山岸、坂中ともに走っていったんですが、ボールはゴールラインを割っています。今日は比較的攻撃参加もしている坂中なんですが、ではその坂中のリンリン目もいきましょう。冒頭坂中美代、美代は泣きました。長いリハビリを経て練習に合流できた日、泣きました。さあここは選手が交錯をしています。平塚が絡みました。戻ってこられたこと、そのことよりも大切なチームメイトと一緒に走れたことが嬉しい。さあゴール前、小暮が抑えます。そして坂中の合流というのをチームのみんなが待っていた、笑顔でお帰りと言ってくれてみんなありがとうとリンリンは語っています。坂中のリンリンメモでした。今シーズンも播磨のホームゲームではチームの名物社長リンリンによります選手の蔵出し情報やリンリンから見た選手の姿というのをリンリンメモとして随時お伝えをしてまいります。まあ、このリンリンメモというのをやって今年で3年目になるんですが、まあ、意図としてはいきなりチームやリーグに興味を持つのは難しい。さあここは藤田が上がっていく、藤田が上がっていく、東夏きついていますがボックス内入ってくる、ゴールライン割ってコーナーです。まあ、なかなかなでしこリーグやチーム、まあ、偶然にも YouTube をネットサーフィンをしていてこの動画に当たったという方もいらっしゃるかもしれませんが、なかなか最初に組織に注目するというのは難しいもの、だからこそこの中継を通して気になる選手を見つけてほしい、気になる選手を見つけてその選手が在籍しているチーム、そのチームが入っているリーグというふうに逆転の発想で興味を持ってもらおうというのがこのリンリンメモの趣旨です。頭合わせる、ボール流れてもう一度遠目から藤田が狙っていきました。藤田桃香です。クロスバーの上です。ですのでこの中継をご覧の方もぜひ選手にフォーカスをして気になる選手、ひたむきに頑張っている姿、得点を決めた後のパフォーマンス、きっかけは何でも結構です。
何か気になる選手を1人でも2人でもまずは見つけてみてください。今シーズンも各チームのホームゲームそれぞれにチームに紐づいたアナウンサーが中継を担当します。播磨の中継では私が担当するんですが、ホームアウェーに関わらず情報量はイーブンでお送りをしてまいります。さあ井上から千葉に渡るか、もう一度井上走りますがタッチ終わりそうです。後半の15分、さあ1人スタンバイです。矢島リミスタンバイ、先に動いてきたのはエースアリマアルビオン、山岸を下げます。山岸を下げて28番矢島リミ登場です。昨シーズンはなでしこリーグ4年目にして待望のリーグ初ゴールも記録した矢島リミ、今シーズンさらなる飛躍を誓う矢島リミがここで投入されました。運動量多くなっていた山岸が下がっています。さあ西川ワンタッチで左展開、村上を走らせます。ボックス内には西川一人、その後平田が入ってきました。ターゲットその平田、ただそこにはボールを供給させない。前を向いて前を向いて、シュートは打たせませんでした東夏樹。この東夏樹もかつてはくのいちのユニフォームで戦っていましたフルスとの対戦です。ふわりと前、西川頭、播磨ボールです。西川と吉田志保が交錯、吉田が左膝を押さえています。今座りました。小暮は丸のサインを出しました。今立ち上がって、本当にこの吉田志保というのはタフな選手です。今シーズンも一番後ろでゲームをコントロールする役割を担います。昨年まで2年間チームのバイスキャプテンを務めていました吉田志保、今年はまた最終ラインのメンバーも変わってコミュニケーションは取り直し。さあ矢島が上がっていきます。ちょこんと出して翔野自ら行く、まだ上がっていきます。体反転、ここは人数3人がかり、ゴールキックです。クロスを供給することはできませんでした。くのいちはこの今日の開幕戦、人数をかけてボールを奪うということをずっと徹底してきています。昨年からの進化、引退した選手や移籍をした選手はいるものの、新入団としてはかつて播磨でも戦いました増田一人だけですので、北村監督も続投ということですから、チームカラーというのはもう去年出来上がっていて、それをブラッシュアップしていく方向にフォーカスができる、まあ、一方他のチームは比較的選手の入れ替えが激しかったので、コンビネーション、コミュニケーション、そしてチーム運営、組み立て直しを余儀なくされます。まあ、そういったところでちょっと先を行く可能性が高いのがこのくのいちというふうにも見て取れます。ふわりと入れてきました。セカンドととのくのいち、東縦千葉には通らない、まあ、あるいは平塚に託そうとして長くなったでしょうか。さあ千葉が一気に走り出す、
ただ今日は本当にこのワントップ千葉のところにボールが収まりません。まあ、実は先週岡山で行われた吉備国際大学とのプレシーズンマッチ練習試合の中でも千葉のワントップという形ではあったんですが、その時も最前線にボールを供給するということに実は苦労していた播磨です。まあ、シュートで終われなかったわけではないんですけれども、結果的には吉備国際大学にも敗れているエース播磨アルビオン。今シーズンは新しいシステムフォーメーションで、小野監督はよくアグレッシブというワードを使うんですが、さらにアグレッシブに攻められるようにプレーができるように、比較的早い段階でこの千葉ワントップでの 4-3-3 フォーメーションというのは構想上がってきたそうです。早く固まった分、そこにみんながフォーカスする時間をある程度確保することはできた。ただそのキーになるワントップ千葉の復帰は先週でした。さらには今年チームキャプテンに就任した最終ラインの5番の小島美久、小島もコンディション不良でフルの練習に参加できるようになったのは今週に入ってから、さらには練習試合の時には出場していた児玉きららもコンディション不良でこの開幕メンバーには入りませんでした。ですのでベストなメンバー、フルメンバーでなかなか調整するということは難しかった今年の播磨の準備期間です。タッチを割っています。後半の20分が経過しています。後半も折り返し地点が近づいてきました。久野一ベンチはまだ全く動きがありません。千葉ワンタッチで矢島から先というところですが行きませんでした。今日は飲水の時間全体では設けられていないんですが、今西林と常田がレフリーに一声かけてボトルを手に一旦下がっています。まあ、さらには常田は一度ピッチの外で先ほど負傷したところや足回りを中心にちょっとトレーナーの方と一緒に体をチェックしている状況。今ピッチ上は一人少ない久野市です。現状キャプテン不在の久野市、先ほど脇腹を押さえてうずくまっていたんですが、今度は右膝のあたりをちょっとトレーナーと一緒に確認をして今元気に戻ってきました。この6番が常田です。今シーズンキャプテンに就任をしました。自分としても最初は引き受けるつもりのなかったキャプテン、ただせっかく話をもらったので前向きに捉えて、この1年でサッカー選手として成長していこうじゃないかというふうに考えるようになった常田新キャプテンです。数字にこだわって個人としてはプレーをしたいと話しています。まあ、そんな中で今年チームの初得点はこのキャプテン常田の得点でした。さあ小暮が前線、矢島頭では対応できませんでした。ボールは久野市に入りました。さあクロスが入る、西川収められればというところだったんですが、ちょっと強いボールになりました。まもなく後半の25分です。
今のは坂中は一瞬反応できませんでした。吉田からさあ藤田桃香が必要にプレッシャーをかけてきます。東ちょっとトラップ大きくなりましたがボールキープ。さあ矢島ワンタッチ、ここから先が今日のハリマの課題です。どちらが取るか。2対1、数的優位はエースハリマルイオン。後ろから下城を平田が対応してきました。まだボールが暴れています。ショーノから矢島、矢島どうする、自分で行くのか。千葉に託そうとしましたが寄せが早いくのいち、この時間になっても運動量は落ちません。井上対応できませんでした。タッチを割っています。増田が入れていきます。さあハリマベンチに動きがありそうです。また分かり次第お伝えをします。なんとか打開をしていきたいエースハリマルビオン。追いかける点差2点です。フォワード登録20番亀井奈々スタンバイです。エースハリマルビオン先週のゲームは千葉と変えたんですが、やはり千葉と変えます。先週の吉備国際大シャルムとのゲームでは前半45分ワントップ千葉が走って、そして後半のハーフタイムの段階で、この亀井に代わって後半は亀井のワントップという形で戦った先週の練習試合です。エーザリマルビオ千葉はここでピッチを去ります。さあ旗が一気に上がっていく、上がっていく。小島美久の対応です。ゴールライン割ってコーナー、コーナーキックになります。今日はなかなか コーナーキックの時にキッカーがボールのところにすぐには行かないということで、今ボールに向かった下城に対して主審の荒木さんがちょっと一声二声声をかけました。近めで1人呼んでいます常田ですが、それはダーミーでした。ボールを取った、ボールを取ったハリマ。さあ平塚だ、平塚だ、一気に上がっていく。畑対亀井、畑対亀井、ここは畑がボールを外に出していきます。これがくのいちの攻守の切り替えです。期待の2年目亀井奈々、ルーキーイヤーの昨シーズンはリーグ戦初ゴールも記録しました。この一部リーグのレベルの高さというのにシーズンの序盤は非常に驚いたというふうに話をしていましたが、さあ東夏希だ、東だ、クロスが入るがフラッグ。東夏希がボックス内切り込んでいったんですが、惜しくもフラッグ上がりました、オフサイド。亀井がそのボール、クロスのボールを呼び込もうとゴール前に走っていったんですが、惜しくもフラッグ上がりました。ただ前半にはなかった形が見られるようになってきました。エースハリマルビオン、ちょっとショーのかな子が絡んだ、足が引っかかるような形になりましたが大丈夫でしょうか。
ちょっとレフリーにアピールもしていますが、すねのあたりを押さえてちょっと険しい表情で主審の荒木さんとコミュニケーションを取っていた正野。さあ、久野市も一人スタンバイしています。コーナーです。先ほど主審の荒木さんから、少し注意もありましたので、今度は下條はすぐにボールのところに向かいます。久野市は1人スタンバイ、15番佐々木葵がスタンバイしています。旗が寄っていったんですが、ちょっとここは呼吸が合いませんでした。鋭いボールできました。ボール流れて矢島がキープできればカウンターの大チャンスだったんですけれども、ボールはタッチを割っています。ハリマボールです。ここで久野市選手交代、17番藤田桃香を下げて15番佐々木葵投入です。久野市も動いてきました。佐々木葵は昨シーズン5試合に出場して1ゴール、この1ゴールというのがハリマホームでのエースハリマルビオンとの試合、淡路島でのゲームでした。高いボールを入れていきましたが矢島が対応できませんでした。さあ、上井です。ここも2対1でボールを取りに行こうとします。後半の30分から35分に向かっているところ、残り時間が少しずつ少なくなってきました。2点を追いかけるエースアリマアルビオン。降り続いた雨は一旦小康状態になっているんですが、非常に気温が低く感じます。グラウンダーのクロス、ボックス内で一人倒れました。吉田です。降り続いた雨でだいぶ気温が下がりました。応援団の方に目を向けますと、時折白い息を吐きながら応援をしている様子も目に入ってきます。ショーの頭、亀井収められるか。その後矢島、亀井がプレッシャーをかけていく。東夏樹から平塚、ちょっとボールを見失ったか。東がフォローに入る。ここも人数をかける久野市。正野が走っていきますが旗が対応します。無理せずクリアを選択しました。ゴールキーパーの後藤です。平塚、今日は数多く攻撃の起点になっている愛媛からの新加入、平塚真希。監督コーチからはピッチ内を広く使うように、ワイドにというふうに開幕前数多く指示受けをしたそうです。これは昨年のダブルボランチ、中野翔野のダブルボランチ、それからその前の年までは、今はスペランツァに在籍をしていますが、小池と中野というダブルボランチでしたけれども、全てに共通をしているのは本当に広くピッチ内を使ってくる、パスを供給すること。
まあ、これがアルビオの一つ伝統と言えそうですけれども、それは継続していこうという状態です。まあ、今年はダブルボランチではなくて平塚一人ですけれども、やることは変わらないというのがアルビオの形です。まあ、その分前に人数をかけることで攻撃の機会を増やそうという意図なんですが、今日はその前線にボールを供給すること、ラストパス、シュートを打つ、ここに非常に苦労しています。佐々木葵、矢島、吉田、西林が絡んでいこうとします。ふわりと前、翔の、さあサイドを変えてきました。増田玲奈と坂中ですが絡みましたが笛はなし、伊賀ボールです。今のボールがつながっていれば面白い展開になったかもしれませんでした。しかしホイッスルはありませんでした。ここは両チーム人数をかけてボールを取ったのはさあ、久野一だ。平田がボールを受ける、シュート、ゴールの右です。遠目から狙っていきました。後半の35分を回っています。平塚フリーでボールを取る、ショーノから、さあ大外左、東夏希だ、東夏希だ、ただクリアしていきました西林です。今日はこの西林が非常に効いています。坂中間通してくる、ショーノ一人呼んでいる、さあ中、しかしキーパーの正面、遠目からではあったんですが狙っていきました。打っていったのは最後、先ほどは中野里乃でした。まあ、今年は主戦場のボランチから一列上がってプレーをしている昨年のキャプテン中野里乃、攻撃的なポジション、より攻撃的なポジションということで数字にこだわってプレーをしたい、得点という形でチームに貢献をしたいというふうに開幕戦にあたって話をしています。さあ後ろから翔の、さらに井上、この選手の持つ能力というのは非常に高いものが揃っている播磨なんですが、寄せの速い、対処の速い久野市相手になかなかその自分たちのストロングを出せずじまいで、まもなく後半の40分です。開幕戦スタンドを満席にしてくれた地元のサポーター相手に、なんとかその恩返しではありませんけれども、いいところ、今シーズンの自分たちの強さ、したたかさ、そういったものを残りの時間帯で見せてきたエーサリマルビオン。昨年はこの姫路でのゲームが5試合しかありませんでした。ただ今年は11試合中7試合がここ地元姫路開催、今年はこの地元で多く戦います。シュート、枠を捉えることはできませんでした。狙っていたのは下條です。さらに久野市に動きがありそうです。一人スタンバイをしています。19番の篠原沙耶がビブスを脱ぎました。井上対応できませんでした。伊賀ボールです。さあ後半の40分です。
まあ、後半のアディショナルタイムは選手のアクシデントなどありましたので比較的時間は取られるのではないかと予想できますが、2点というのが播磨にずしりずしりとのしかかっています。選手はもちろん応援してくれているサポータースポンサー企業みんなが待ち望んでいた待ちに待った開幕戦、地元姫路でこのまま終わることはできません。くのいちの選手が一人右膝を押さえていますがプレーは続行。ショーノが上がっていきましたがそこ藤田理子が対応していました。タッチを割ってボールは播磨ボールです。足を気にする表情を見せてちょっとうずくまっていたのは西川明日香。さあ東が入れていきますがファーストタッチはくのいち、無理せず出します。さあここで選手交代、くのいち。準備をしていた19番の篠原沙耶がここで入ります。10番の平田ひなのと交代です。今シーズン4年目の篠原、昨シーズンは8試合に出場しています。さらに播磨は2枚替えのスタンバイをしています。今シーズン副キャプテンに就任した藤原亜佑、そして怪我から戻ってきた村田楓でスタンバイです。攻め上がっていきましたがフラッグが上がっています。今日はいい形が作れるとフラッグに泣かされます。エーサリマルビオン。さあここで播磨2枚替え、7番井上脇、3番東夏樹を下げて左24番は怪我から戻ってきました村田楓、そして右26番今シーズンバイスキャプテン藤原亜佑登場です。藤原亜佑今シーズンチームの副キャプテン、信頼されているんだなという喜びと同時に新たな立場で自分の成長の機会を与えてくれたチームに本当にこの副キャプテン就任の話というのは感謝しているんです。そんな風に藤原亜佑は話をしています。小島キャプテンや千葉副キャプテンとともに何事にも感謝の気持ちを持って戦えるチームにしていきたいですというふうに副キャプテンとしての抱負を語っています。さあ一気に上がっていく、上がっていく。先ほど入った篠原がいい動きを見せていきました。さらにその藤原亜佑と同じタイミングで24番の村田が入ってきました。村田楓、まあ、昨年は数試合に出場をしています。昨年は4試合に出場したものの去年はここ姫路でのオルカ戦ハンナディアスとマッチアップをして足を痛めました。さあキーパーここまで出てくる。まあ、結果的にその怪我でもってその後出場することはできませんでした村田。まあ、本能的にあそこはハンナディアスと勝負をしに行ったというふうに話をしていたんですが、さあこのボール矢島が最後まで追いかけていきます。村田は最終ラインに控えています。東夏樹と同じポジションです。井上と同様にこの24番の村田も、まあ、試合に出ることができないという中で自分にできることというのをひたむきに頑張ってきました。そしてまたユニフォームを着てピッチに立つ、ここまで回復をしてきました。さあ今45分になりました。3分です。後半のアディショナルタイムは3分、残り3分。さあ今シーズンの戦う姿、自分たちの姿勢、残り3分でなんとかその
爪痕はこの姫路に残したいエースアリマ・アルビオン。最前線には期待の若手亀井奈々、吉田からその亀井ちょっと距離が長かったか、村田どうする、縦を選択しましたが常田が出していきます。久野市は2枚替えのスタンバイをしています。ここで選手が変わります。6番キャプテン常田真由、そして9番村上日向子を下げて、左28番ミッドフィルダー登録谷口沙耶香、そして右7番同じくミッドフィルダー登録チームの副キャプテン渡辺凛登場です。これで久野市2人の副キャプテンが今ピッチ上という状況になりました。いきなりその渡辺がボールに触っています。小学校の時に在籍をしていたチーム以来という副キャプテンだそうです渡辺ですが、自分のできること任されたからにはしっかりと副キャプテンとして振る舞って、最後チームのみんなで笑って終われるようにしたいというふうに抱負を語っています。ゴールラインはどう変わるか、選手交錯、芝のところとトラックのところと境目のところですが吉田翔です。西川と絡みました。なお久野市はキャプテンのキャプテンマーク巻いていた常田が下がりましたので、下條がマークを巻いています。さあ無情にも時間は過ぎていく、まもなく目安の3分台、なんとか敵陣に入ってもうワンプレー、いいところを見せたい、もう一本シュートは打ちたい、エースアリマ・アルビオン。ただ自陣の深いところ、西川がちょこんとボールを出していく、ゴールラインを割りそうです。さあ小暮がボールを取りに行きます。今目安の3分台に入りました。ラストワンプレーか、ここで長い笛、開幕戦が終わりました。2対0、姫路に乗り込んできました伊賀 FC 久野市三重、2対0開幕戦、エースアリマ・アルビオン相手に完勝。播磨は苦しい船出になりました。クリーンシートでの黒星スタートです。健闘を称え合います。開幕戦を待ちわびていた660人を超える観衆が詰めかけた今日のウインク陸上競技場、播磨の選手は皆やや厳しい表情をしています。整列です。一番左が今シーズンのチームキャプテン小島美久、キャプテンだからということではなく自然体でチームを引っ張っていきたいと抱負を語っていました。ただキャプテンになったことで優勝をしたいという気持ちがより強まったというふうにも語っています。昨年は本当に怪我に泣く選手が多かった播磨、今年の目標はと聞くと数字という目標とともに
怪我なくシーズンを終えたい、怪我なく全ての試合に出たいんです、そういうふうに語る選手が本当に多い今年のアルビオン。まずは完封負けという黒星の船出になりましたが、それでも新しいシステムでのいいかけらというのはたくさんピッチ内にあったはずです。それを来週はアウェーの地になりますが、一つ一つパズルのように当てはめていけば必ず浮上できる、そういうチームの力はきっとあるはずです。一方久野市は充実のシーズンスタートになりました。メンバーが大きく変わらなかったという利を存分に生かして、コンビネーション、質の高いサッカーというのを90分間体現することができました。女王奪還へまずは視界良好かもしれません。奥に北村監督がいますけれども、ちょうどテントのすぐ右ですが、笑顔の表情でスタンドに手を振っています。まずはほっと一安心といったところでしょうか。西川と談笑しています。では両チーム次節のご案内です。次節ハリマはアウェーゲームになります。3月23日土曜日午後2時キックオフ予定、味の素フィールド西ヶ丘でスフィーダ世田谷 FC と対戦します。一方伊賀 FC 久野市名ホーム開幕戦を迎えます。3月24日日曜午後1時キックオフ予定、上野運動公園でバニズ群馬 FC ホワイトスターを迎えてのホーム開幕戦を戦います。次節も両チームを熱く応援してください。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネル、なでしこリーグチャンネルでは一部のすべての試合を今シーズンも生中継で配信します。さらに試合開催週の翌月曜日に各試合のハイライト動画を配信します。公開のお知らせ、なでしこリーグ公式 X でもご案内をいたします。そちらもぜひチェックしてください。そしてそういった通知を見逃さないように X のフォロー、そしてこのなでしこリーグチャンネルへのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お伝えしてまいりました2024プレナスなでしこリーグ一部開幕第一節、 A サリマアルビオン対伊賀 FC 久野市三重のゲームはスコア2対0、伊賀 FC 久野市三重の勝利となりました。放送席実況担当は上村優でした。それではこのあたりで失礼します。